界が書き換えられていく。この宇宙に新しい概念が誕生したというのか。そういえば、あなたは覚えていなかったわね。私にとっては二度目の光景だけれど。何が起きているんだ。アケミホムラ、君は何に干渉しているんだ。何を改ざんしてしまったんだ。信じられない。呪いに染まったソウルジェムが、消え去るはずの君の魂が、なぜ。思い出したのよ。今日まで何度も繰り返して傷つき苦しんできた全てがマドカを思ってのことだった。だからこそ今はもう痛みさえ愛おしい。私のソウルジェムを濁らせたのはもはや呪いでさえなかった。それじゃあ一体。あなたには理解できるはずもないわね、インキュベーター。これこそが人間の感情の極み。希望よりも熱く、絶望よりも深いもの、愛よ。君は一体何者なんだ。魔法少女でも魔女でもなく、一体どこにたどり着こうとしてるんだ。そうね、確かに今の私は魔女ですらない。あの神にも等しく聖なるものを貶めて蝕んでしまったんだもの。そんな真似ができる存在はもう悪魔とでも呼ぶしかないんじゃないかしら。これではっきりした。君たち人類の感情は利用するには危険すぎる。こんな途方もない結末は僕たちでは制御しきれない。あら、そう。でも私たちの世界に湧いた呪いを処理するには、これからもあなたたちの存在が必要なの。協力してもらうわよ、インキュベーター。